はい、おはようございます。いちきです。もうお昼なんですが、今日はですね、のぞみ湖、のじり湖の近くにあるのぞみ湖というところにやってきました。ここはね、ちゃんと、管理されてる池で、ラージマウスとスモールマウス、トラウトとかワカサギ、こういうふうなウグイなどなど、で釣りのルールも結構しっかりここに書かれてるんで、アラバマとウェーダーは禁止で、6時まで時間厳禁ということで、まあ、今日は1日、3年ぶりから来るの、動画に3年前に上げてると思うんですけど、ちょっと久々に来たんで楽しんでいこうかなと思います。で今日はね、シマノから新しく出たアンフィックスっていうパックロット、これを今日はね使っていこうと思います。リールが、これはいつも使ってるバンキッシュの C2500 番の XG、 今レイオンの P を巻いてるんで、ちょっと表層の虫とかそういうメーバス用、サイト用にやっていこうかな。すごいね、これが。袋にさ書いてないから、マジックで書きました。 S64L、ぱっと見ね、どれがどれかちょっと画面が見えてて、初めて使う。便利だよな。開けるか、結構あれですね、バスロットっていうかは、本当何でも竿っていうか、どこにでも何でも、ちょっと釣りしたい時にっていうコンセプトらしいんで、まあ、こういう時にはすごい便利かな。ここ三角印がちゃんとあるからさ、まっすぐが分かりやすい。これさ、ちゃんとしっかりギュッてはめ込まないと折れちゃうので、ギュギュッと。それで今日は虫パターンをやっていこうかなと思います。スモールもねいるんで、あ、いいじゃん、軽っ、これと、あとはライトリグよ、ダウンショットとかする UL の竿がもう一本アンフィックスあるんで、それとあとはカバースキャップとか円筒用が、円筒が効く竿があるので、その3本で今日はやっていきます。でかいのいた、もう早いな、50アップだった。本見に来た。そんな簡単ではないか、さすがに。ちょっとね、今一応ジュエットアッキーにイモケムシ、このブレーク沿いに、じゃあブレーク沿いを多分回遊してるっていうか、なんか待ってる、58の UL、 割と使いやすい。
スモールもいるからな。どっちか釣りたい。お、いた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 。どいた。回ってきてるこの辺。上見てるからあれかもな。表層の方がいいかも。使いやすい。めっちゃシェイクしやすい。意外と。お、お。食った。乗らなかった。食ったな。なんで乗らんかったんや。おっしゃ、やったー。お、スモールだ。スモールだ。やったー。イエーイ。見て、一回出てね、乗らんくて、もう一回投げたらスモール釣れた。え、楽しい。これめっちゃ釣れるんじゃん。さっきからさ、そこの瞬間でずっとポチャポチャやってたから、ボトムじゃなくて表層に変えたら釣れました。よっしゃ。いるか。あ、ちっちゃ、かわいい。さすがだね。ちっちゃスモールだ。スモールサイズのスモールだ。わーい。イエーイ。よく釣れるわ。かわいい。ライトキャラでも釣れました。かわいい。普通のね、地形的にめっちゃくびれてる。もう本当と真ん中こうズリズリしてたらコンコンって。うん、風釣りも楽しみだからね。あー、出た。
乗らんかった。もう無理か。いい出方したな今。遠かったね。くそ。悔しい今のは。追ってきてないかな。ワンチャンこの辺で。ないか。うわ、悔しみです。はい、お疲れ様でした。楽しかったね。なんかあの見えるバスもすごい全部大きいし、スモールも、ね、数釣ろうと思えば釣れると思うし、あと足場もしっかりして釣り券もあるんで、釣り初心者の人とか子供でも楽しめるんじゃないかなと思いました。でボートも出せるんで、次はちょっとボートで全域見てみたいなと思います。また来ます。お疲れ様でした。おじゃのー。